男子決勝は新人戦優勝の清々と1月の春高全国ベスト8浜松修学者の対戦でした。第1セットを奪った修学者は第2セット守備からリズムを作り、2年生エース赤堀を中心にリードを奪いますが、清々も3年生のキャプテン山本のスパイクにブロックも飛び出し、中盤で逆転して試合は最終第3セットへ。勝負を決めたのは修学者のブロックでした。赤堀平岩と中学日本一に輝いた2人がブロックポイント。相手の強打を封じた浜松修学者がフルセットの接戦を制し、大会初優勝を飾りました。春高と全国中学とベスト8で終わってしまっているので、目標であるベスト4にまず入って、やっぱ修学者らしい面白いバレーをしたいと思ってます。